はい、なんとか接続することができたので、いいのに攻略を再開したいと思います。お願いします、接続切れませんように。猫出てくるなよ、頼むぞ。行くぜ。あー、キラキラみんなにつけた方がよかったな、頼むぞ。前の時副十字にあるって言ってたんだよな、大丈夫、副十字押したら接続切れたり、お前、あ、びっくりした、びっくりした止まったから、殺されてか。おーっと、まず軽巡の攻撃は、マヤに、ハグロの攻撃は駆逐に、で、ノー、よし、あー、勇気風出さなかったか、よーし、カットに来た、よし、なんとかここはノーダメで乗り切ることができました。これが従来装甲の実力ってやつや。よし、次も服従でいってみますか。活躍できて。怖い怖い。接続切れるのが怖い。お、長月か。駆逐艦と侮るなよ。長月って確かもう茶番やってたよな。オッケー。次行きましょう。ああ、接続が怖くて手が震える。よーし、いいコース、いいコース。これって上って何なんだろうな。よーし、いいコース、いいコース、めっちゃ運いい、いいかな、めっちゃ運いいけど接続切れそうで怖い。ぐー、頼む、よしよし、次だ、よし、副十字でいきましょう。頼む、大破出るな、接続切れるな。怖い。イベントってめっちゃ接続切れますね。初めてなんで知らんかったんですけど。よし、いいとことした。よし、それが従順とこ行くと嬉しい。うん、まあいいでしょう。あー、まずいった、まずった、まずった、まず防衛。おー、ナイスナイス。一番下行け、一番下行け、一番下、よーし、さすが北神様だぜ。おお、おいちもカットイン出す、そりゃそのカットイン2連ちゃんはボスにとっておきたかったな。まあいいでしょう。これが従来装甲の実力ってやつよ。あー、よし、活躍できて。ここの2択ですね。お、また仙台。まあ、こう野戦マップやからな。野戦マップと言ったらそりゃ仙台よ。頼む、バスに、ちょっと怖い、この止まるの怖い。バス行って、バス行って、 SW SE か、 SE か、よーし、行った、2連続直進ボス。マジでこんなことあっていいの。いや、せっかくなんで単十字で行きましょう。よし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 。あ、でも服従、あー、いっか、まあ、殺されてか。よし、一石落とした。よし、避けた。よし、当たった。あー、いい、ダメだー、中破したか。ここまで追い詰めるとはね。オッケー、しぐれ、駆逐狙ってくれたらいいから。沈むわけにはいきません。どこ狙う。あー、駆逐かー。あー、残念だったね。よし、いい、オッケーオッケーオッケー、いいとこ狙ったよ。まあ、あー、避けた。いやー、ボス倒せなかった、うそー。ってことはこれあれか、ゲージ削れてないんだよな。また成功しました。ちくしょう、なかなかやっぱ休みはきついな。古高が従順洋館のいいところ、たくさん知ってもらえると嬉しいです。うん、まあいいでしょう。行きましょう。先ほどは、機関を落とすことができなかったルンバ沖海戦。それでは3回目行きましょう。で、1回目、2回目と、運よく一直線でボス、
行けたのに期間が落とせなかったというとね。まあこの辺は副獣人の方が安定する気がしますね。野戦はお前、私を怒らせちまったな。殺された。あー、軽銃残しちゃった。よし、あー、雷順残しちゃった。よし、駆逐行きましょう。駆逐、よし。残念だった、ね、あー、ダメダメダメ、ここ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 北神様、ここよここよ、オッケーよオッケーよ、完璧。ここは無傷で乗り越えるのが当然と言いたいところだが、こういうことを言うとフラグを乱立してここで大破することがあるのでやめておきましょう。はい、次の羅針盤、横下どっちに行くでしょうか。その前に接続だけは切れないでください。よし、これどうなんだろう。今ね、従順に駆逐に雷順にで言ってるんだけど、これまた、これまたもしかしたら3回連続これまっすぐ行くってことは、これもしかしたらなんですけど固定ルートに乗ってるかもしれません。多分4回ぐらい行ったら、はあ、4回同じコース行ったら、いやまあ3回行った時点でもうほぼ確定かな。これ多分固定ルートもしかしたら乗ってるかもしれません。ただどれが固定に乗ってるのか私わかりません。よし、いい順番に狙った。上から順番に行こう、上から順番に。あー、下行った、ここ、ここ、うわー、あー、やばいやばい、それやばいよー。よし、5。残念だったね。よし、いいとこ狙った。あと一番下、あー、違うんだよ、ここなんだよ、そこ。よし、よくやった。みんなイベントだからすんごい気合入ってる、俺以上に気合入れてくれてる。これが従来相関の実力。だからボス機関狙ってください、お願いします。皆さんお願い。これ最後のボス行くのとボス行かないのも固定なのか、それともこれは2分の1なのか、これ固定臭いな。もしかしてあれですか、 E1、E2 ともに僕固定ルート使っちゃってる。初見プレイで固定ルート入れちゃった。こんなことあっていいのか。あー、鬼、あー、鬼、沈むわけにはいきません。あー、なかなかいかないな。うわー、痛いじゃない、残念だった。よし、いった、よし、よくやった、ナイスシグレー。そうね、やっちゃってよ。神様、仏様、シグレ、なんじゃこれ、野戦か、あの野戦からヒルに変わったんですけど、なんじゃこれ、え、夜が明けたってこと。そんなギミックが施されているとは思わなかった。初めてじゃない、カンコレで。当たり前だろ。ね、ゴーノさんもこんなことなかったもんね。またまた面白いギミックを施してくるな。これあれですね、機関を落として舌が残ってたら昼まで持ち込みってことですよね。どうかよろしくお願いいたします。恐ろしいシステムを運営さんはぶっこんできましたね。いやでも落とせてよかった。よし、なんとか2回落とすことができました。みなぎってきたぜ、やるぞ。はい、それでは4回戦ルンバ沖海戦いきますか。
まあ実際落としてるのは 2回だけだけど4戦目です。お行くぜ。キラキラ全部ついてないのが心もとないが仕方ないでしょう。よし服従、ここまで服従でなんとか安定してきてる。お前私を怒らせちまったな。殺されてえか。おーっと、よし避けた。全方門開いてください。まあいいでしょう。わーまたか。あーやばい、これやばい。一歩目中破か。ここはノーダム行ってほしかったんだけどな。まあロータ提督は喋るフラグラン率だからな。仕方ないか。93式サスゲラやっちゃってよ。ここでエース取ってもな、中破しちゃってるからな。このまま下手したらボス手前で大破だな。ダメコンでしたっけ、あれ5の3で全部使い果たしたんで、もうないんですよ、残念なことにね。よろしくお願いいたします。だから自力で行かないといけないんだ。まあ課金すれば手に入るんだけど、まだね、E の2あたりで課金するのもなーって感じですね。うわーやっぱこれ、4回中4回ね、これ全部まっすぐ行ってるんで、やっぱこれ構成当たり引いてるな。絶対まだ E2 やってない皆さん、駆逐に従順に雷順にで多分固定ルートだと思うんで試してみてください。まだやってない方ね。はい、私を怒らせちまったな。殺されてえか。頼む頼む、雪風だけは狙わないで。みんな敵さんの優しさ欲しい。沈むわけにはいきません。怖いな従順。あーそれ雪風にさえ来なかったらいいよ。こうマジかマジかマジか、さすが喋るフラグラン率だぜ。雪風に来なくても大破しちゃったよ。はい、先ほどは道中で撤退を余儀なくされましたが、今回こそリベンジを果たしましょう。怖いなら私の後ろに隠れてな。まあおそらく構成これで固定ルートなんで、羅針盤の方は特にビクビクしなくていいかなとは思います。お前私を怒らせちまったな。俺を怒らせちまったな。おおやったマジかよマジかよ。一歩目中破か。残念だったね。これもまた撤退コースかな。なんとかまあ勝ったんだけどさ、喜べないな、この勝ち方は喜べないな。あら私悪い気持ちじゃない。ここは無傷で通り抜けて、次んとこで中破するのであればまだいいんだよ。ただここで中破するともう次で大破まあ中破しなくても大破に持ってかれっからね。これで多分ボス前まで行ってくれるでしょう。うわー、この地味に弾薬15個持ってかれんの痛いな。右行ってくれるよね。よしよし、オッケーオッケーオッケー。やったな。何気にこの暴気もらえんの美味しいな。ここだ問題。頼む頼む頼む、手を合わせとこ。ポクポクポク、チーン。頼むー。殺されてえか。あー従順狙わないと、従順狙わないと持ってかれるよ。よしオッケー、さすがハグロちゃん、狙いどころオッケー。
そして雪風ちゃんは、おお、さすが雪風ちゃんも狙いがいい、最高の狙いじゃないか。駆逐艦だと、あ、やば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 、よかった。駆逐艦だと大破に持ってかれないって言おうと思ったけどやめた。雪風また成功しました。司令官ですね。これでもしボスに行ったら固定決定ってことですよね。それでいいんですよね。でこれでボスに行かなかったら、え、これもしかして上、これもしかしてボス前はランダムか。どうしよう、ボスまさかのボス前で行くぞ。私を怒らせちまったな。うわ、え、え、え、殺されてんか。空母いるんだけど攻撃できんの、野戦で。全砲門開いてください。嘘でしょ、空母。え、これもしかしてまたあれ、あれですか、や、野戦からヒールになるパターン。勘弁してくれよそれ。よし落とした、よし落とした、完璧。まあボスには行けなかったけど被害が少なかったんで、オーケー、司令のおかげですね。どうやらボス前は固定できてないみたいですね。モツキです、張り切ってまいりましょう。他に固定構成があるのか、あそこだけはランダムなのか、どうなのか。まだ終わったぜ。まだこれ面って終わってからそんな時間経ってないからね、まだ検証中だと思いますね。よし、みなぎってきたぜ、やるぞ。はい、行きまーす。わっ、はい、行くぜ、罰秒だ。まあ残念ながら確実に 100% ボスに行くっていうわけじゃなくなりましたね。ただボス前までは固定だと思いたい。私を怒らせちまったな。切実。ぶっ殺されてえか。軽巡、おし、全方門開いてください。まずあの軽巡だよな、問題は。よし、ここかわしたら死ぬわけにはいきません。ほとんどノーダメで残念だ、ね、いけると思います。よし、行きました。まあ、手法は…はい、93式酸素ゲラ、はい、と、ああ落とせなかったか。まあ、A 判定なんで問題はなし。このまま、すべての戦いが終わってしまえばいいのに。もうちょっとで雪風のレベルがアップだぜ。よし、ボスの固定構成が知りたいな。ただ僕がこの動画をアップロードする頃にはおそらくいいのにはクリアしてると思うので、皆さんよろしければE3、E4 の、固定構成装備等を教えていただけるととても私としては助かりますので、本当にどうかよろしくお願いします。殺されてんか。よし、あー従順残しちゃった。従順、3番目の従順、3番目の従順、わー2番目いっちゃった。わー、それどこ行く、どこ行く、どこ行く、わあ。これだから野戦は嫌いなんだ。はい、今回は、従順1、駆逐3、雷順2でいきたいと思います。これで、いいのに構成変えたことによってルートが変わるのかどうか、まあそれも見てみたいところですね。いきましょう。あなたたちの背中は私が守ります。これでここ勝った後に下行くようであれば従順2が固定っていうことになると思います。これ以上
け。よし。ああ。と。沈むわけにはいきません。ドカーン、そこじゃなーい、そこじゃなーい。残念だったね。そこじゃなーい、そこじゃなーい。交互に攻撃されてるし。そこは、もう、うまいことこう、交互に攻撃されてるな。やっちゃってよ。まあいいでしょう。ここでは、そんなに本気で出さなくていいから。私が一番。やっぱりそうよね。だって早いもん。これで右に行くか下に行くか見ものですね。どっちに行く。あー、これ右に行くってことは従順は固定ルートに入ってないってことか。そうだな。じゃあまあまあか。従順1でもいいみたいですね。次従順2減らしてみるか。どうすっかな。次従順のハグルを抜いてまたそこに駆逐を入れてみるっていうコースでも面白いかもしれませんね。従順落とせ。わー、カットイン来るぞ、カットイン来るぞ、確実にカットイン来るぞ。あ、来なかった。よし、ケージ落とそう。ナーイス。残念だったね。よし、駆逐落とそうぜ、駆逐。ナーイス、完璧。93式サスゲラ。オッケー。ボス行くかな。あら、この野戦マップでさ、ボスそれんのきついよな。また頑張ります。精神的に悪いぜ。ボス固定じゃないっていうのは。またゴノさんみたいに8時間ぐらいプレイせなあかんのかな。よっしゃ、行った。行ったけど、行ったけど、行ったけど、これ駆逐多いからな。期間落とせるか微妙なとこだよな。全方門開いてください。なかなかやっぱ、あ、オッケー、ハグルはオッケー。今攻撃したばっかだから。うわー、ダメか、ダメか。うわー、なんていうの、こんなこともあるよね。鬼に逃げ、それよーし。よし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 。まあ、雪風最高。そう、あと一石。93式。よっしゃ、これ当たったでしょ、カットインなんで。やった。ヒルならなくて済んだ。しかも落としきった。みんなありがとう。あら、私。悪い気持ちじゃないわね。また頑張ります。まあ、中波が出たけど。いい勝ち方だったな。おお、持ってる。キヌガサさんもね、それなりにレアなんだけど持ってるからな。ありがたみがちょっと薄れるかな。あの報告が。よーし、ボスに行った。ちなみに、構成は従順1、駆逐4、雷順1です。行きましょう。雷順は大1入れてます。で、北神様抜いて、夕立会議を入れております。よーし、よーし、落とした。やったもうあとは気楽に見てられるわ。オッケーオッケー。中和してオッケーよ。沈むわけにはいきません。ああ、勝ったな。うわ、大変した。でも、あ、そっか、これもしかしてヒル行くパターンか。ヒル、あ、やっぱり、やっぱこれあれだね、帰還
機関倒して下残ってるとヒル行くんだわ。よっしゃい。S 勝利。このまま全ての戦いが終わってしまえばいい。おーっしゃ、レベルも上がった。ハグロちゃん、このまま60までいっちゃいましょうぜ。なんかよく古高見るな。そういうのね。はい、ボスに到着することができました。ちなみに全キャラ、キラキラ付けはしておりません。それでは単純人でいきましょう。今ね、深夜なんであまり大きな声は出せません。静かな実況プレイ、冷静沈着実況プレイを目指してやっていきたいと思います。ぶっ殺されてんか。鬼に行け。沈むわけにはいきません。鬼ー、あーくそ、残念だったね。あーどうしよう、あと、あと2席。うわ、やばいやばいやばい。ゼカマシちゃんが。落としてー、よーし。ギリギリ落としてくれた。よかったー。もしかしたら落とせないかなって思ったんだけど。雪風、また成功しました。指令のおかげですね。やっぱりボス戦は単獣人がいいかな。火力不足で落とせないってことあったら困るんで。白露型駆逐艦、夕立よ。よろしくね。多分あと1回で落ちきるかな。で最終形態ですね。あの報告が、一応見てみますか、ゲージどんなものか。うん、あと1メモリーだな。頑張ろう。ふざけるな、見てるな。ようやくボスにたどり着くことができました。ちなみに、次の日です。昨日から今日にかけて、ラバウルサーバーでは、ログインすらままない状況だったので、プレイが全くできませんでした。なのであのニノにあと1メモリで残したままちょっと進めない状況でしたね。殺されてんか。うわー、落とせなかった。あと一人ボスに攻撃してくれないとこれ落とせないパターンだな。まずったな。一人一石攻撃予定だったんだけどこれ駆逐に行っちゃうよな。お、行かなかった。さすが夕立会にソロモンやってくれた。ついにニノに、ニノにじゃない、いいのに、クリアしました。やったぜ。はじめまして、ふぶきです。ふぶきか。よろしくお願いいたします。そしてボーナスは何でしょうか。お願いします。なんか新しい貨物か。おお、来た、金背景。のしろ、着任しました。ここのボーナスはのしろか。ゲージ順なかなか可愛いではないか。早速私の餌食となってもらおう。ツンツクツンするぞ。作戦完了って。エラーばっかでプレイできなかった分いっぱいツンツンするぞ。これでEのさんが解放されたわけですけど、ゲージ回復があるんですよね。いやー、このエラーがいっぱい続く状態でゲージ回復のEさん行くのどうなんだろうか。もうちょっと安定してから行った方がいいのかなと思ったりもするんだけど。のしろ見てみましょう。のしろ、
出撃し、むしろ提督に忘れられてしまったのでしょうか。え、なんで？阿賀の姉の世話ばっかり気にしてるわけじゃないんだけれど。ああ、はい、テキパキと片付けちゃいましょう。はい、提督、のしろお呼びですか。なるほど。はい、提督、はい、テキパキと片付け。もう、あれ、阿賀の姉、私の太もも撫でるのやめてって。ああ、なるほどね。あれ、提督、失礼いたしました。あれ、ん、長いな。北神様と同じパターンか。なるほどね。おいちやめてよっていうのと同じで。ほう、提督とイチャラブはできなさそうだな。難しいな、この子を茶番に使うのは。使えそうな、使うけど。セリフどうすっかな。あ、そうだ、図鑑見ますか。前の時重くて図鑑見れなかったんで、3かな。どこだ、あ、イクを追った。潜水艦イ19よ。うん、イク、正規空母ワスプを自慢の酸素魚雷で仕留めたの。さらにずっと先を航行していた戦艦や駆逐艦にも命中したの。海のスナイパーイクさんの活躍ずっと覚えていてたのね。はい、このすくみずからはみ出た豊満なお胸。いやー、でかい、でかいとしか言いようがないな。いいですな、この下乳がいいな。このずっと覚えていてねっていうのは、混合型の春菜ちゃんと同じ感じかな。かぶるね。あと、のしろ。新鋭阿賀野型軽巡の2番艦、のしろです。のしろ独自の飛行機運搬機場がチャームポイントなんです。レイテ沖海戦でも主力の栗田艦隊の一員として頑張りました。飛行機運搬機場。噛みそうだ、言いにくい。何のこっちゃはオイラはわからないですが。いや、本当ミリタリーには疎いんでね。あと、金剛さんの会員を見ておきますか。超ド級戦艦として建造技術導入を兼ねて英国ビッカース社で建造された金剛です。金剛で太平洋戦域でも持ち前の高速力を生かして大活躍です。大活躍です。ねえ、オッケー。愛の手入れたった。よし、遠征艦持ってきた。誰だ、作戦終了。あ、持っていったか。報告見ろかな。これね、会場護衛任務入れてたんだけど、キラキラにつける、キラキラつけて任務したかったんだけど、エラーばっか出てね、キラキラつける暇もなかったって、暇も与えてくれなかったっていうね。もっともっと早くなってもいいの？だが今ならできるから、キラキラつけて遠征出すか。